ナンバーアンダーラインアイ平野章、神宮寺ゆうた、ガゆうたが3人揃って出演。サントリービアボールはメンバーカラーのオリジナルグラス3種もすでに予約受付中。キャッチコピーは何でもありだ。乾杯だ。2024年5月4日サントリービアボールの CM 本当にサントリーが新たにナンバーアンダーラインアイの平野さん、神宮寺ゆうたさん、 岸優太さんの3人を炭酸水で割るビール飲料、ビアボールの新 CM キャラクターに起用したことが分かった。キャッチコピーは何でもありだ。乾杯だ。ナンバーアンダーライン愛平、アイ野ラ神宮ョウ、ジング優太ガン太が3人揃って出演。サントリービアボールはメンバーカラーのオリジナルグラス3種もすでに予約受付中。今年2月から ナンバーアンダーラインアイの平野翔さんを緑人ソーダの新 CM キャラクターに起用している飲料メーカー大手サントリー。平野翔の活躍で CM の扉を大きく開いたナンバーアンダーラインアイグループ。3人の可能性を最大限に発揮し、国内外のブランドの素晴らしい CM になることを願っています。サントリーが新たにナンバーアンダーラインアイの平野さん、 神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんの3人を炭酸水で割るビール飲料、ビアボールの新 CM キャラクターに起用したことが分かった。何でもありだ。乾杯だのキャッチコピーが記され、ナンバーアンダーライン愛の3人がグラス片手に乾杯する様子が印象的なポスターが確認されているほか、アマゾンや楽天などの EC サイトでは5月14日付で販売スタートとなる オリジナルグラス付きサントリービアボール6本セットの予約受付を始めている。そして、オリジナルグラスはシンク、ターコイズブルー、紫の3色展開。そう、平野さん、神宮寺さん、岸さんのメンバーカラーなのである。売り切れ必至のアイテムだけに大争奪戦が展開されることになりそうだ。今日は新しいビールのテーマで盛り上がってみませんか 最近ネット上で話題になっているビアボールについてお話ししたいと思います。まだ正確な情報は発表されていないが、ナンバーアイのメンバー3人全員がアンバサダーを務めるという。さて、このビールのアルコール度数はなんと16%。これを聞いて驚く人も多いかもしれません。しかし、その驚き持つかの間、 炭酸で割るとアルコール度数が約4%まで下がることが判明した。今回の周波数調整により、多くの方に安心してお楽しみいただけるようになります。では、このビールは何で割っているのでしょうかファンの間では様々な予想が飛び交っています。騎士くんはジンジャーエールで、翔くんはルイボスティーで、そして神くんはコーラで割っているのではないかという声もあります。 果たしてその真相はいかにこれまでの情報から察するに公式発表が待たれますね。ビアボールの人気は予想以上で予約段階で売り切れるという驚きの情報もあります。5月が楽しみで仕方がないですね。ただ公式の発表はまだですがグラスも可愛くてお酒も好きなのでついつい予約をしてしまったという声も聞かれます。 過方は寝て待て、とはよく言ったもので、きっと公式の発表も待ち遠しいことでしょう。このニュースが公表されると、ネット上ではビアボールが話題になり、ファンたちは興奮しています。しかし、注目すべき点は、このビールがどのように割られるのかということです。ファンの間では様々な憶測が飛び交っており、騎士君はジンジャーエール、翔君はルイボスティー。 そして神くんはコーラで割っているのではないかという声もあります。しかし、真相はまだ公表されていません。ビアボールの人気は予想を超えており、予約段階で品切れになるという情報もあります。多くの人々が5月の発売を楽しみにしていますが、公式の発表はまだ行われていません。それでも、グラスが可愛いという声や、 ビール好きの人々が予約をしている様子が見られます。さて、次のビールのテーマで盛り上がりましょうかビアボールについての情報はこれだけではありません。果たしてビアボールの味はどのようなものなのか、そして割り方は本当にそれぞれのメンバーカラーに合わせたものなのでしょうかさらに、このビールが本当に売り切れるほどの人気を集めるのか、その理由は何なのでしょうか これからの展開が楽しみですね。新しいビールが発売されるたびに、ビール愛好家たちが興奮し、新しい味や体験を楽しみにしています。ビアボールがどのような反応を呼ぶのか、そして私たちの飲み会やパーティーでどのように楽しむことができるのか、今から楽しみですね。さて、このビールは何で割るのでしょうかファンの間では、 様々な予想が飛び交っています。騎士君はジンジャーエールで、翔君はルイボスティーで、そして神君はコーラで割っているのではないかという声もあります。果たしてその真相はいかにでしょうか公式の発表を待ちたいところですね。ビアボールの人気は予想以上で、予約段階で売り切れるという驚きの情報もあります。5月が楽しみで仕方がないですね。 ただ、公式の発表はまだですが、グラスも可愛くてお酒も好きなので、ついつい予約をしてしまったという声も聞かれます。下方は寝て待て、とはよく言ったもので、きっと公式の発表も待ち遠しいことでしょう。今後のビール戦国時代に、新たな風が吹き荒れるかもしれません。ビアボールの登場で、新たなトレンドが生まれるかもしれませんね。では、 あなたはビアボールを試してみたいですかどんな味がするのか、興味深踊り字ですね。それでは、ビアボールの世界へ飛び込んでみましょう。新しいビールの世界へようこそ。今日は、サントリーが新たに発表した驚きの商品、ビアボールについて探求してみましょう。まず、ビアボールの最大の特徴は何と言っても、その CM キャラクターに選ばれたナンバー。 アンダーライン愛のメンバーたちです。平野翔さん、神宮寺優太さん、そして岸ゆ優太さんが、このビールの魅力を象徴するポスターに登場しました。何でもありだ。乾杯だというキャッチコピーが示すように、彼らの元気な姿がグラス片手に乾杯する姿は、新しいビールの楽しさと自由さを表現しています。さらに驚きなのは、 ビアボールが炭酸水で割るビール飲料であるということです。アルコール度数は16%もありますが、炭酸で割ることで約4%まで下がるというのですから、そのバリエーションの広さには目を見張るものがあります。これにより、多くの人々が安心して楽しむことができるでしょう。では、このビールはどのようにして割るのでしょうか ファンの間では様々な予想が飛び交っています。騎士君はジンジャーエールで、翔君はルイボスティーで、そして神君はコーラで割っているのではないかという声もあります。果たしてその真相はいかにでしょうか公式発表が待たれるところですね。ビアボールの人気は予想以上で、予約段階で売り切れるという驚きの情報もあります。 5月が楽しみで仕方がないですね。ただ、公式の発表はまだですが、グラスも可愛くてお酒も好きなので、ついつい予約をしてしまったという声も聞かれます。下方は寝て待て、とはよく言ったもので、きっと公式の発表も待ち遠しいことでしょう。最後に、ビアボールがリリースされるということで、SNS 上では盛り上がりを見せています。 皆さんはどんな味わいを想像していますかそして、このビールを楽しむ際にどんな割り方がお好みでしょうか新たなビール体験に向けてワクワクが止まりませんね。今後の情報にも期待大です。